ございます。9月14日の16時34分になりました。はい。このね、うめき声というかね、恐竜の声が聞こえると思うんですけど、一応福井県に、やってまいりました。福井県に、到着して、で、昨日のね、反省をしていきたいなと思います。昨日の、滋賀編か、滋賀編の反省をね、していきたいと思います。で、滋賀に、三重から出発して、で、滋賀県に着いて、結構ね、時間がかかってしまったんで、夕方頃かな、着いたのが。夕方頃に、滋賀県に到着しました。で、最初は、米原駅ってところでね、やる予定だったんですけど、恐竜手芸かな。最初はね、米原駅って場所でやる予定だったんですけど、なんか、米原があんまり、歓楽街じゃないというか、新幹線の停車駅ではあるんですけど、あんまりなんか飲み屋とかがないのかなという印象を地図で見てる限りと、あと調べてる限りで思ったんで、ちょっとね、場所変更して長浜駅って場所でやってきました。なんか調べたら一番、ちかさんとかに聞いたりとか、あとネットで調べたりとかしたが、ちかさんってあれですね、奈良県で出会った女性ですね、の、滋賀県出身のちかさんって人とか、あとはネットで調べたりしたら、なんか草津って場所かな、が一番結構、歓楽街というか、飲み屋が多いような街って話されてたんですけど、場所がね、ちょっと三重寄りじゃないんで、さすがにね、その京都に戻る感じで行くのはちょっときついかなと思ったんで、長浜っていう駅でね、降りて、そこでね、弾き語りを、やってきました。で、駅降りて最初は琵琶湖の方でね、写真とか出るかな、こちらに琵琶湖の方で、練習してきました。着いたの結構遅かったんで、そうですね、なんか夕方もうなんか太陽沈み始めてた時間帯だったんですけど、まあ、いい場所で練習できました。長浜城もね、横目に見ながら、結構いい場所で練習できたかなと思います。で、そこから長浜駅に戻って、夜9時半かな、10時ぐらいかな、10時ぐらいに、駅にちょっと遅かったんですけど戻って、で、弾き語りやってきました。課題曲は、山崎まさよしさんのワンモータイムワンモーチャンスですね、をやってきました。で、そうですね、成果としては、誰もね、立ち止まって聞き入る人は、結局いなかったんですけど、歌ってる途中にね、サラリーマンのおじさんが多分ね、今から電車に乗って、お家に、帰路に着こうとね、しているおじさんが、その駅前のエスカレーターを登る直前に、なんか立ち止まってくれて、で、本当に滞在時間一瞬だったんですけど、バッグからね、多分自分で買っただろうパン2個をね、置いてくれて、食べてねって声かけていただいて、はい、で、それですぐにね、おじさんが去っていきました。で、俺はね、ありがとうございますしか言えなかったんですけど、本当に、もしね、この動画いつかね、見てくださったら、あの日は本当にありがとうございます。美味しくいただきました。シナモンロールかなと、あと栗ご飯みたいな、栗ご飯じゃない、マロンパンみたいなやつかな、マロンパンみたいなやつ、美味しくいただきました。本当にありがとうございます。で、立ち止まりはしなかったんですけど、おじさんがね、そのパンをね、2個いただいたんで、上出来じゃないかなと思います。誰も止まらないよりは、いただけるだけね、本当にありがたいですし、もうちょっとね、山崎まさよしさんの曲、課題曲に関しては、出来栄えは全然良くなかったですね。というのは、歌詞全然覚えてなかったんで、ちょっとね、イヤホンでね、片耳聞きながら、なんか歌ったんですよ。出来栄えは、その良くはなかったですね。っていう感じです。で、その夜は、3km 距離が離れた、ネカフェに快活クラブさんがまで歩いてきました。タクシー使える方ってちょっと後悔してるんですけど、まあ、歩いて行って、で、12時後かなぐらいに、到着して、で、そこから、就寝って感じですね。滋賀編はとりあえずこんな感じになります。で、福井に今着いてるんですけど、めっちゃ子供増えてる。で、福井に今着いてるんですけど、まあ、そうですね、福井で、今日もね、駅前で課題曲、大月真紀さんか、メモリーズ頑張っていきたいと思います。今からね、ちょっとカフェ行って、一瞬動画編集して、アップしてから行こうかなと思います。こんな感じで頑張っていきます。ありがとうございます。